スーパーマリオメーカークリアしたらやばい、やっていきたいと思います。クリアしたらやばい。いつもツイッターで、あ、そうだ。ツイッター、コメント欄で、コース ID 書き込んでいただくのはもちろん大丈夫です。自分宛ての場合は、ツイッター、ちはやアカウントの方までお送りいただきたいなと思います。4桁ずつに区切って送ってください。そうそう。でね。今、プレイしてるのが2月の末なんですけど、今だいたい1月の頭くらいに送っていただいたのをちょうどやってるわけなんですけど、やっぱサーバーからだいぶ消されてるみたいだね。1ヶ月、2ヶ月くらいで。今6連続でコースがなかったんでね、ちょっと驚いてます。はい。ああ。こうだよね、普通に考えてね。おう。高さも。今のなら十分だろ。よーし、クラウン確保。進むべきは右だよね。おー、そういうことか。いや、やべ、ボタン間違えて押しまった。神になったけどね。これ当たっちゃいけないんだよね、トゲ。難しいんだよな、操作が。これは降りないとダメですね。あー、やべ。落ち着いて。頼む。上に当たったら死亡なんだ。だからだいぶ楽にクリアできるか。さあ、こっからどうなるかですね。どう行こうか。じゃあ、3マス目ぐらいに降りとこう。お、え？いや。あれ？あの隙間。あ、クラウンギリギリ行ける？あ、行けるのか。そうか。認可調べてた。あ、立つでよかった。あるね。そうだよね。進めないもんね。クラウンは無理だよ。うわ！そういうことか。でもコインが示してくれてる。他に当てたいんだけど。よし、オッケー。はい。うっ！おっ！おぉ！おぉ、あぶねえ。うわ！また難しいやつを。俺これできたことねえんだよな。てか、やったことねえわ、動画で。ふいっ！よ、いけた！意外といけんねえ。意外といける。意外といけるんだな。また甲羅？バネじゃなくて、あ、じゃあこれは、コインに合わせて。ええー、嘘でしょ？嘘って言ってお願い。死んだんだけど。これ乗っていける？超ぬるゲーなんだけど、やった。なんか下に道なかった今。気のせいか。下に道があったように見えたけど、気のせいだろうか。まあいいや。クリアしたらやばい。そろそろでももう。ああ！しまった。トーテムポール。ふわふわトーテムポール。ふわふわ。他の実況をやってもいいんだけどね。他の実況やっても見てもらえなかったら意味ないか。ちゃんとマリオメーカーはやんないとね、見てもらってるから。たくさんの人に。おし、はい。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 462の終わりくらいだな。こんなもん。よいしょい。危ねえ。さあ、問題の甲羅壁圧。トーテムポール。マイクラのね、実況やりたいとは思うんだよね。サバイバルとかね。たまにやりたくなるからね。でもやっぱね、見てもらえないとね、続かないからね、どうしてもね。よいしょ。よし。よく見たらこの下にもあるね。ほら。はい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 。ふっ！ここだ！イエーイ！クリアできました。よかったよかった。おぉ、クリアしたらやばいって書いてあったから、ついにやばい人になったな。ある意味ではもうもともとやばい人だからな。もう十分その称号は足りているんだが。イエーイ、やばい人になりました。イエーイ。どうも、変態です。全自動。全自動だけど70人も死んでるんだよな。なんでだろう。最初右に動いちゃったりするからかな。
最近全自動だけど全然自動じゃないやつによく当たるからな。注意しないと。怖いぞ。あれ？さっきと同じとこ。おお、なんかある下に。へへー。すげえ。こんなに戻してあれをするのね。すごいね、これは。これはすごい。おお。すごい。ここら辺もか。死なないようになってんのか、これ。え？ほら出た、ほら出た。死ぬんだ、やっぱり。やっぱあるんだ。もう普通にクリアするわ、じゃあ。私、普通にクリアしますよ。はい、お疲れ様でした。永久期間。高速合理化、カエルの歌。死んだ。そっか、カエルの歌が流れてんのか。こっちでも流れてる。死んだ。なるほどね。音符ブロックを利用してそういうことをしたんだね。気になった。すげえ。降りまーす。ゴールだ。イエーイ。もう、ダメだ。完全に集中力切れしてるな。もう何もできる気がしねえわ、今。危ねえ、危ねえ。もう、クリアすることだけを念頭に入れて、進もう。敵が出てくるってる、出てきそうっていう危機察知能力すらもうなくなってしまってるわ。これはもうやめた方がいいな。こんなパックンフラワーに死ぬなんて。笑えないっすよ。なんかあるんだろうなぁ。ここら辺とか。ねえのかよ。死んでばっかだからキノコ取っとくか。進むべきは右っすね。あ、早くも食らった。もうボロボロや、ほんとにひどいもんだ。中間斜め置きなんてできるんだね。ででん。もうこれくらいのコースでよければいくらでもやるよ俺。全然いけちゃうよこんなんだったら。あ、やべ。本当にひどいな、今日やばいな。食らいすぎだよね、さすがに。うわー。じゃあ今日はこれでやめとこうかな。さすがに、やめとこう。ではでは、今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。